郷坂正明、西谷慶治、高山岩尾、鈴木聖高、京都学派四天皇とは、郷坂正明、西谷慶治、高山岩尾、鈴木聖高の京都学派に属する四名の学者の称号を。敗戦占領期に戦争協力の角で京都帝国大学を離れた。京都学派とは、一般に西田喜太郎と田辺元及び彼らに支持した哲学者たちが形成した。 哲学の学派のことを指す。京都学派は西洋哲学と東洋思想の融合を目指した禅の研究などで表される西田哲学の立場に立ち、東洋でありながら西洋化した日本で、ただ西洋哲学を受け入れるだけではなく、それといかに内面で折り合うことができるかを模索した。しかしながら東洋の再評価の立場や独自のアイデンティティを模索することは、 次第に西洋は行き詰まり東洋こそが中心たるべきとの大東亜思想に近づくことになった。特に京都学派四天皇らは世界史の哲学や近代の彫刻を提唱し海軍に接近した。このため太平洋戦争の敗戦により戦前の京都学派は一旦没落した。だが戦後も高坂、高山らは自民党などの保守政治に接近し、 京都学派と政治との関わりは今日に至るまで脈々と続いている。なお、陸軍が海軍に比べて圧倒的な力を持っていた時代において海軍への接近は軍部政権への抑散というよりは軍部の方針を是正しようとする体制批判の行動であった。ありがとうございます。